はい、こんにちは、吉松です。ということで、今回を飾るのはこの闇の奥という本でございます。ということでね、これはジェームス・コンラッドという人が書かれた本です。ね、あのポーランド人なんですけど、英語を使ってね書きました。この方はあの水兵というか、まあ、あの水兵じゃなくて、ね、なんだかな、この船乗りであちこち行った人なんで、あのこの闇の奥っていうあの話もですね、そういう関係っていうか、ちょっとこうアフリカへ行ってですね、象牙職人が行方不明になったということで、貿易会社の人がその消息を、まあ、訪ねて、どん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 あのジャングルの奥地へね、川を遡っていくと、そこでいろんな、まあ、地獄絵図があるということなんですが、そういう話です。これは、まあ、400円で非常に岩波から出ている、短い、すぐ読めるんで、あの興味なかったですが、何でかというとね、これはね、これですよ、地獄の目次録というのの、まあ、原作というか、ちょっと内容も行き先もちょっと違うんですけど、かたや地獄の目次録はベトナム戦争の時に、ベトナムのね、カンボジア国境の奥地に川を遡っていくという話ですけどね、マーチン・シーンが行くということなんですけど、あのでこれのですね、あのこのフランシス・フォード・コッポラ、この人がですね、この本を読んでね、でこの着想を思いついたということなんですよ。だから、まあ、原作と言えるとは思うんですけど、まあ、こちら側ね、でマーロン・ブランド、かっこいいですね。持ってますで、まあ、最後こういうところへ行って、まあ、全部燃やしてくるという、ね、話なんです。まあ、ナパーム思いっきりぶち込んでという、まあ、アメリカ軍のお得意なんですけど、でこれの原作がですね、原作というかこれのですね、着想になった本がこの本ということになります。うん、で私も読んでみました。で簡単な内容を言いますとね、ちょっとここに見開きの、この表のページ書いてあるんで、ちょっと読んでみますわね、これね。アフリカ奥地の貿易会社出張所にやってきた船乗りマーローが耳にしたのは、最奥部、一番奥ですね、一番奥のところの出張所にを預かる腕利きの象牙採取人、象牙を取る人、クルツの噂であったと。折しも音信を絶ったクルツの救出に向かうマーロー一行の前に、死と闇の恐怖を秘めた原始の大密林が覆いかぶさると、ね、はい、ということで、そういう話でございます、ね、あの興味のある方は、まあ、読んでください。私はですね、まあ、1回2回は読んだかな、これね。まあ、共通する部分もあるし、全然、まあ、やっぱり映画とは違う部分もある。当然これはアフリカの話になってるんで、うん、時代背景も違うし、はい、ということで、ではまた皆さん、次回お会いしましょう。